こんにちは、荒木直子です。今日はカモシカラビンを紹介します。カモシカラビンはディレクショナルで、フレックスは柔らかめなんですけども、トーションが強めなのでカービングでもすごく安定して滑れます。あとパウダーでももちろんなんですけど、フリーライディング、地形とかで遊ぶのにすごく向いてる板です。オールラウンドに滑りたい人にもおすすめの板です。特徴としてはノーズが 3D ソールになっているのと、テールにはホットロッドが入っているので、パウダーではよく浮くし、カービングではすごく切れます。グラフィックもすごく可愛いんですけど、実はここ見てください、カモシカいるんですよ。ここに良くないですか。これが私のおすすめカモシカラビンです。